さて、下期も頑張っていきましょうか。おせえよ、もうセミ泣いてんぞ外でよ。日本の夏、マジ静かにして。そんなわけで今回もご視聴ありがとうございます。風谷サテウです。皆さんごきげんよう。サテクのお嬢ことローズマリーです。そんで今回は何を？先日参加させていただいた横浜鉄道模型フェスタで入手した品々をおもむろに開封していこうと思います。投稿までのタイムラグがでかすぎる。てか横浜フェスタで入手した品々っつうか、あれお前出展させてもらってなかった？そうなんですよ、鉄道くじのブースを曲がりさせていただきました。お越しいただいた皆様、お力添えいただいた皆様、誠にありがとうございました。私のイラストで約500いいねを叩き出したコバケン様には、特別に、感触玉が貸しされます。恩師感触玉か。そんでまあそれはそれとして、なんでイベントに出展して物が増えてんだ？特に京阪1万3000系とかさ。これ5000円くらいするやつじゃんね。ああ、これは新大阪模型さんの鉄道くじで当たったんですよ。当てた？ええ、新大阪模型の西村さんには、ネジの打ち方を教わるなどして大変お世話になりまして、せっかくなのでと引かせていただいたら、一発ツモで引いてしまって。お世話になった方の景品を削るなよ。申し訳ないです。しかしまたよ、こんないい鉄これなんぞどうするつもりよ。あんまり決まってません。前面をカットした上で 3D プリンタで短尺車体を申請し、小規模モデルでも作ろうかとは思ってるんですが。バチバチ決まってんじゃねえか。で何用数は？7連で準急でもできたらと思うのですが。A セットの片方はホロ付きだぞ。いや、おけいはん特有の驚き方やめろ。おけいはんです。どこ住んでんの？男山です。高速おけいはんか。男山に住んでる人ってケーブルを乗用するの？さすがにクズハまでバスじゃない？そう、クズハといえば準急停車駅ですが。だいたい止まるよ、楽楽以外。僕この準急欲しいんですよ。この標識灯の付き方が本当にかっこよくて。まあ確かに関西私鉄って感じするもんね。はい、本当に。ただでさえかっこいい京阪電車の車両にインクなんてされたら一頃ですよ。うわ、1万が本線に出てる。というかこれは1万系と呼んでいいのかな。約9300系とかはどうでしょう。ねえよ。まあ、いつかサテクでも短尺1万3000系を作れたらいいですね。諸問題に関しては作るときに考えればいいでしょう。この車両とかどうすんの？また今度考えましょう。ああ、何年後かな。ほんでもって、こっちの鉄これもくじで当てたの？いえ、こちらはあろうことか差し入れです。差し入れだ？鉄道模型を差し入れるやつがあるか。ほんとですよね。お前は黙ってろ。いやしかし、1万30ですよ1万30。ええ、しかも鉄輪化されよる。ただでさえ東部限定のいいやつなのに、鉄輪化までされてるなんて。こんなええもんお前、誰が何のためにお前なんかに差し入れなあかんねん。コテコテお京阪来てるな。いやあ、以前 E217 系市民さんという方が1万型の鉄これをくださいまして。その時点でおかしいねん。で、その車両に DN 化や学産床下取り付け等を施して、SA テック製品、サテライトのデモカーになってもらったんですよ。はあ？そしたら、E217 系市民氏が感銘を受けられて。何に？そして感動のあまり、手が滑って新たに4両も差し入れてしまった。というのがことの顛末だそうです。マジ全体的におかしい。ハクビ線か何かでいらっしゃる？まあね、1万30もサテライトが入ると思うので、作例者の提供はとても助かりますよ。ありがとね。そんなわけで、取り急ぎサテライトだけでも貼ってみましょう。それでは、サテライトハロゲンをご用意ください。まず、ライト部分を慎重に切り出します。貼り付けたものがこちら。早いよ。作業を行う際は使い慣れたカッターと定規をお使いください。そして、今回はお手軽に表から貼り付けます。するとこうなります。いい感じじゃないでしょうか。純正状態と比べると表情に活気がついたような感じはするけど結局好みの問題だね。よく喋る助手だな。まあ、ゆくゆくは1万のように、前面だけでも手を入れたいところですね。側面と屋根にも手を加えるべきです。マジで今日めっちゃ喋んじゃん。ちなみに、サテライトは非点灯車専用品です。同じ1万30でも、グリーンマックス3世のようにライトが点灯する車両の場合は、読みレンズの使用を推奨しております。サテライトは点灯かにはかなり向かないからね。点灯車なら読みレンズですね。まあそんなわけで、いただいた万30も活用させてもらうよ。E217系市民氏、ありがとね。恐れ入ります。さて、続いての差し入れはこちら、チョコの缶です。うお、甘いもん助かる。紅茶入れようぜ紅茶。中身はビートレです。だあ。甘味をご所望であれば、レミさんと南北線からいただいたハーバーでもどうぞ。うお、ハーバーだ。食べるの久しぶり。横浜住んでてもあんま空気買いねえべな。ハーバー上吉市民、いたら怖いよ。トリマゴチソウ様、二人ともありがとう。そんで、私をメリーチョコレートでたぶらかそうと奥和立てになられたのはどちらのどなた？恩師感触玉をお納めください。てかなんか、ありえん見覚えのある屋根があるな。まあまずざっと見てみましょう。すげえ量だぞ。てかあ、また223系が増えちゃってもう。てえ、やば、5000番台じゃん。あ、ほんとだ。いやー参りましたね。こんなレア車をいただいてしまっては。てか他のメンツもなかなか濃いけど、どなたにいただいたのさこんなすごいの。ナンピョンさんです。あ、チャット欄によくいる人じゃん。そうなんですよ。わざわざ横浜までお越しいただきまして。なるほどねー。
しかし、この、車種もさることながら、状態がすごくいいんですよね。汚れが目立ちやすい白系車体の前席線キュート層もピカピカですし、169系新長野色も素晴らしい状態です。てか、この色のこれって4両編成いたの？確かに。3両のイメージがありますね。まあいいや、こんな時はあいつを召喚するに限る。サモン。うわ。うわ。いやこの登場演出もっとマシにならないもんなんですかね。なんか言ってるな。そうだ風谷お前、あれやってやれよ。あいいですよ。というわけで改めましてさてくの皆さんこんにちは。 MS カボチャに改名しました。カボチャです。今日はどういったご用件で。この前風谷とツインルーム2に泊してたらしいけど、どうだった？何の話したんですか？食べてましたよ。特に2日目の夜ご飯なんて牛丼と寿司とサラダと中華丼とじゃ。やめてくださいよもう。さっさと本題行きますからね。あのさ、169系の新長野食って4両編成いたの？サハ165が挟まった携帯ですね。多くはないですけどおりました。さてくで遊ぶなら、快速ミスズやらの飯田線とか楽しそうですね。ほう、ミスズ、個人的には115系の方が汎用性が高くておすすめ。後にしてください。今調べてみたんだけど、169系新長野の4連がいた時代と、駿河シャトルの119系が飯田線で走ってた時期がそれなりに被ってるみたいだね。わざわざそんな色物と並べなくたって。さ。お。というかそこにいい電車あるじゃないですか。え、2両編成の5080系に見よう。後にしてください。117系ですよ、117系。あ、おかおかだから？それもそうなんですが、これを湘南色に塗ると115系になります。そして一時期のおか計算編成とすることでハゲタイプと併存する仕様にでき、これはぜひともサテウさんに作っていただきたいですね。召喚したはいいけど、うるさいね、これ。そうですね。お帰り願いましょう。ホーム。網干の学会誌たくさん売れるといいね。頑張ってね。そうですね。学会誌の表紙は僕がリデザインを担当させてもらいましたからね。え、そうなの？そうですよ。カボチャの超絶電車同人誌、皆さんもよかったらぜひご覧ください。あんたから見てあれはどうなの？読み物としても模型の資料としても秀でた書物だと感じました。RM モデルスで車両解説の記事を連載できるような人間が書いた本です。まさに折り紙付きでしょう。それにしてはめちゃくちゃ雑に扱っちゃったけど。ああ、仕返しが怖いですね。そんなわけで、ナンピョンさんからいただいちゃったあれこれだけど、いかにして活用させていただきましょうかね。宮城野のキュート層は、中間1両を入手し次第4両化したいですね。169系は、新州ムーブが高まった時にでもミスずに、5080の頭、ストックですかね。5000番台の戦闘、めぐみ。めぐみ。めちゃくちゃ助かります。というのも、開封73でやらかしてまして、実はフロントガラスにクラックを入れてしまったんですよ。ガバすぎんだろ。なので、こたびナンピョン氏から授かった車にて差し替えつかまつる。パンタ車が背中合わせになっちゃってますけど。屋根パーツを組み替えておきましょうね。ほんで、あぶれちゃったのの使い道は？ストックかな。ダーメだこりゃ、通過問題は117系よ。あいつさっきなんか言ってたけど、要するにこんな感じにしてから全部湘南色に濡れって言ってましたね。やるとして頭はどうすんのさ。どうしましょうね。まあ何にせよこうやって頭をひねるのは楽しいことです。ナンピョンさん、この度は機会をくださりありがとうございます。ありがとね。てかそうだ、223系といえば、ほいほい、メンバーの未来くんからこんなものをいただいたんですよ。お、全然開封80でお前がコテンパンにされてたやつ。方向膜でエラーが出てて、関西私鉄の案内放送みたいになってたやつですね。そんで未来くんはそんな僕の窮状を憐れんで、ノーエラーの2両を恵んでくださったんです。やば、ありがとじゃん。そんなわけで、さてくにもともといたエラー入り6両が、おかげさまでエラーなし6両になりました。うおやったね。あとエラーなし中間2両で8両フルが揃うね。いやー、1000番台リニューアル車の制作にまた一歩近づくことができました。恵んでくれてありがとね。ありがとうございます。ほいでもって、お次はこちら、どん。うお、M トレじゃん。どしたのこれ。横浜鉄道模型フェスタには猫又さんもいらっしゃって。おう、あの販売元の。そうそう。せっかくなので運試しに買ってみたんですよ。パート2は持ってなかったもんね。いいじゃん。パート1は51系、パート2は42系だそうだけど、今回は何が出たの？側板パーツの刻印が430、前面パーツの刻印が29だから。取説の対象量から割り出すと、歯47の104か。この引きはあなた的にどうなの？そうですね。おそらく運転台がついている電車かとは思うんですが。旧国の解像度が低い。お前どうすんだよそんなんで。しかも歯だけ1両あったって編成組めねえじゃん。それがね、以前エミさんからいただいた雲歯51を1両取っといてあるんですよ。え、旧品の平坦が極太すぎる。いつも恐れ入ります。とまあいい機会なので、両方組んで。つけることにしました。おろ、組み立て神前突破かいな。開封62と63とほとんど同じになっちゃいますからね。てかこれ、説明書準拠ならどっちも豊橋向きでは。じゃあこうしますか。いくら飯田線旧国とはいえそれはさすがに。まあこんな感じが無難に見えるでしょうか。雲に代用と言い張るにはだいぶ無理があるけど、わちゃわちゃ繋がり始めると楽しいは楽しいよね。そうですね。おかげさまで M トレもじわじわ増えつつあります。奇
式の方は全銀。なんで？以上、先日の横浜鉄道模型フェスタで入手あるいはいただいた品々をご紹介しました。お世話になった皆様に、改めて御礼申し上げます。ありがとね。ほんでもって、次は何のイベントに出させてもらうの？8月12日にカボチャと一緒にコミケに出ます。例の同人誌とステッカーを販布します。ほう。そんで8月24日と25日は梅田でテップレ大阪。新大阪模型さん主催のやつだね。テップレ大阪、やばくてですね。おん。隣にしげもんさんおる。やっぱ。ツイッターやウェブで随時情報更新中ですので、よかったらぜひテップレ大阪へのご来場をご検討ください。首都圏の人は、9月22日に神田で展示即売会やるからそっちもよろしくね。てかさ、イベント出展多くねえか？本当にありがたいことです。いやまあありがたいけど、動画がさ、ほら、また投稿頻度が免許維持路線みたいになってんじゃん。YouTuber からイベントやにジョブチェンしたの？状況的にはそうなっちゃってますね。でも僕、やっぱり小規模特化型の鉄道模型 YouTuber としてやっていきたいんです。銀の盾をベースにしてミニジオラマとか作りたいですもん。大きく出たな。だからそれを目指して、今は目の前にある物事に全力でぶつかっていきます。これからもできる限り頑張るので、気が向いたら応援してやってください。といったところで、今回はここら辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それじゃあまた次回の動画も、よろしく。